ビッグモーターの店舗前の街路樹が枯れるなどした問題で、県が実施した富士市の店舗前の土壌検査で検出されたのは、除草剤に使われる成分のグリホサートなどだったことが分かりました。県は意図的に撒かれたとみて、警察に被害届を出す方針です。除草剤に含まれる成分であるグリホサート、あとプロマシル、これが検出されました。除草剤は通常使わないものですから、意図的に散布されたものだと考えております。ビッグモーター富士店で店舗前にあったはずのツツジなどがなくなっていた問題。この店舗前には2020年12月の時点で低木の存在が確認されていたのに、9ヶ月後にはなくなっていたことが分かります。県は先月2日土壌調査を実施、調査対象とした4箇所すべてから除草剤に使われる成分のグリホサートとブロマシルが検出されたということです。8月2日時点では普通に使った場合の数値よりも低いので、そのあたりは一般的な生活上は全く被害、健康とか環境に対しての影響はないという認識です。グリホサートはホームセンターなどで一般的に入手できる除草剤の成分です。植樹帯の土壌から除草剤に含まれますグリホサート、この検出が確認をされました。福岡県内のビッグモーター2店舗の土壌からグリホサートが検出されるなど、被害は全国に広がっています。ビッグモーター富士店は静岡県の7月下旬の調査に対して、除草剤は使用していないなどと説明していましたが、調査結果は異なるものでした。結果として虚偽の報告をされていた静岡県、昨日ビッグモーター側に検査結果を伝えると、現状復旧の考えはあると答えたということです。でもし除草剤がの成分が検出された場合には、警察に被害届を提出する予定であります。県は富士警察署に被害届を出す予定で、来週早々に警察と協議するとしています。